どうもこんにちは、原薬近況報告したいと思います。ちょっとね、2週間ちょっと回ってしまいましたけど、4日ほど過ぎてしまいましたけど、まあ相変わらずステイしているので、特にその原薬に関するネタっていうか報告も特にないっていう感じで動画作るのもちょっと困ってるんですけど、そうですね、ちょっとね、今月の半ばぐらいにちょっと調子悪かって体調で、デパスを2回飲みましたね。2回デパスを晩ですね、寝る前に。で、僕頓服としてデパスもらってるんですけど、まあ、もらってるって言っても、まあ、よくね、頓服でデパスもらってますって言ったら、例えば1ヶ月だったら、まあ、30日分もらってて毎日飲んでます、頓服毎日飲んでますっていう人結構いるんですけど、それやったらもう頓服にならへんと思うんですよね。毎日飲んでるということはもうそれは常用しているということなので、まあ便増は4週間で耐性できてしまうので、それはもう頓服とは言わないと僕は思うんですよ。で、僕の場合はどんな感じでもらってるかというと、1シートね、これ10錠ですね。10錠のこの1シートを、出してもらう。これも半年、1年ぐらい前にこれ出してもらったのかな。20錠出してもらったから、この1シートを2枚ですね、出してもらって、で、まあ、ちょっと遠いとこ、車で行くときとかは、まあ、お守り代わりに財布に入れとったりとかしてて、でもまあ僕のその動画見てくださってる方は知ってあると思いますけど、まあ僕は入れてるだけで実際飲むことって今までなかったんですよ。でまあ家にもこう置いてますけど、まあ飲まない。これ半年、もう1年ぐらい前かな、もうもらった、いつもらったか忘れたぐらい前にこれシート2枚もらって20錠もらって、まだ今度しか飲んでない。まあ2回飲んだんですね、最近で。そんなに基本的に僕はそのまあそのパニック症状が出た時のお守り代わりに持ってるっていう、まあ何かあった時安心やからっていうので持ってるだけで、まあ、実際飲むことないんですよね、ほとんど。今までなかったんですよ。でそれで済んどったんですよね。でところが今回はすごい調子悪くて、晩ちょっとね、まあ、これもパニック症状がまたぶり返すかなっていうぐらいちょっと体調悪かって、で、あ、これもう晩寝れへんなとかっていう、もう寝る前からもうこれはもう晩寝れへんなっていうのは分かってたので、で次の日仕事やったんで、これはもう寝やんかったらやばい、次の日もやばいなと思ったんで、その晩も飲みました。ですごい効きましたね、その時は。でよく寝て、で次の日すっきり してましたね。で2回目、それからまた1週間ぐらい経って2回目飲んだんですけど、それは寝る時はまあ大丈夫やろうと思って寝たんですよ。ちょっとこうピリピリしてる感じがあったんですけど、まあ大丈夫やろうなと思って寝たんですけど、その夜中に目が覚めて、2時頃やったかな、目覚めて、いやーこれ寝られへんわと思って、しゃないなと思ってまた1錠飲んだんですよね。だけどその時はあんま効かんかったですね。飲んだけど、まあ飲んで寝れたけど、まあそんなにすっきりはせんかった。1回目デパス飲んだ時はスコーンで寝れましたけどね。でも2回目はそんなスコーンとも寝れへんかったなっていう感じですかね。でそれでもう2回飲んで、そんで終わりですね。
そこからはもう飲んでないですね。あんまり飲む癖つけたくもないっていうのもあってあるし、うん、そこまでひどい状況でもなくなったので、うん、まあ昼間のそのストレスためんようにっていうストレスコントロールすれば、うん、別に夜そういう風にならへんのでっていう感じで、ちょっとねこうなんていうのかな、まあ思い詰めるというほどでもないけど、うん、ちょっとこういいってするあるじゃないですか、ちょっとイライラすることとかあったので、でそれをまずイライラせんように処理する、迅速に処理するして、うん、しましたっていう感じですね。なのでもうそうやな、僕も原薬始めてから頓服でレバス飲むなんていうことなかったけど、もう原薬始めて5年以上経ちますけど、頓服でレバス飲むということは今までなかったけど、それが今回飲むことになったっていうのは結構僕の中では、うん、ちょっと大きいことだったかなと思いますけどね。うん、ただまあ癖にはせんとこうと思ってたので、やっぱり、うん、だからやっぱりちょっと、まあ日常生活とか仕事の中でイライラすることがあって、それ、まあ、ストレスがぐーっと溜まってたのがあったっていうのは分かってたので、その状態をなるべく早く解消するようにしたので済んだんですけどね。だからまあだから、うん、日常のストレスをコントロールできたら別に薬もそんなとんぷくで毎日とんぷく飲まなあかんっていうほどでもないっていう感じでしたかね、うん、そうそうそう、そんな感じでしたね。でまあそんな感じやったんで、まあ、原薬どころじゃなかったんで、まあまあでもそのデパスを飲むか、そのリボトリール、今減らしてるやつを量を増やすか、どっちにしようかなと思って迷ったんですけど、リボトリールちょっと強力ですもんね。だからリボトリール戻して、でまあ今まで減らしとったやつがまた元の木阿弥なのも嫌やなと思ったので、リボトリールはそのままでデパスを飲んだっていう感じですね。まあどっちでも一緒なんですけど、まあリボトリールでも1日ぐらいバッと増やすぐらいやったら別にすぐ戻しても戻ってことはないと思うんですけど、うん、そんな感じでしたね。ちょっとだから、今月はちょっとピンチ、精神的にちょっとピンチやったかなっていう感じですね、うん、あとはまあまあでもまあまあでもそうやって自分でコントロールできたので、まあまあまあなんていうのかな、そういうストレスコントロールできるようになってるなっていう、まあ認識できたということにもなりましたけどね、うん、あとは特に変わったことないかな。まあまあ、全国的にですけど、まあ、感染拡大がねすごいですよね。なんかね勢いがね全然違いますね。昨日奈良県700人以上でした。最初の頃なんて、まあ、トータルで100人以上行ったら僕の中で緊急事態かなと思ってたんやけど、もう今や1日700人、まあ東京とか 大阪とかもっとね、神奈川とか もっとすごいね、1000人とかもっと1000人単位でとかも、1万人単位とかって1日ねっていうところもあるのかもしれないですけど、まあ、奈良県で、1日で700人っていうのはすごい数やなと思いますね、うん、でもそれ分かっているだけで700人やから、もう多分もっとおるはずなんですよね。でほとんど軽症とかが多いので、まあ病院行かんかったりとかそのまま仕事してたりとかっていう人も多いやろから、もう多分何千人、下手したら何万人単位で奈良県も患者がいてるんちゃうのかな。で今の時点で
病床が 60% ほど埋まっているので、これはもう多分なんていうのかな、医療崩壊っていうの、多分もう昨日700人で今日どうなるか分からへんけど もう今月中に医療崩壊してもおかしくないやろうなっていう感じですよね。だからどうすんのかなっていうね、3回目のワクチンもうなかなか進まんっていうふうに言ってありますけどね、うん、なんか3回目はモデルナの方が多いので、そのモデルナを嫌う人が多いからとかって言って新聞に書いてましたけど、僕もそうですね、モデルナあったらちょっと考えるかな、うん、なんか血栓できたりするんですよね。多分だから僕もそのもう年齢的にもう55なんで、血管とかまあ生活習慣病やから血管とかも詰まり気味やと思うんですよ。だからそこに血栓プッてできたら脳梗塞とか心筋梗塞とかなってしまうわけやからね、それで死んだって国は何も保証してくれへんしね、ワクチン関係ないよとかって言ってたわけやから、モデルナあったらちょっと考えるかなとか、モデルナあんまり打ちたくないなって感じですよね。まあ、ファイザーで来てるから3回目もファイザー打ちたいなっていう感じですよね。国は問題ないよって言ってるけど、そんなん誰も信じないですよね、今までのその国の態度を見てると。うん、だから僕もだからモデルナってちょっと考えるっていうか待つかな。うん、でもう2回打ってるわけだから、もしなったとしてもまあまあ多分軽症で済むんやろうから、そんな危険の度合いが強い3回目のモデルナを打つよりも、まあまあ万が一かかったとしても軽症で多分済むやろうなっていう、まあちょっと高くくってる部分があるので、うんですね、そんな感じで僕も思いますね。みんなそう思ってるから多分進まんのでしょうね、3回目がね。なんでモデルナ、ファイザーやっぱりこう欧米とかがこうキープしてしまって日本にあんま入らないのですかね、うん、っていうモデルナあったら僕もちょっと待ちかな、ファイザーの番来るまで待ってようかな、そんな感じですね僕はね、うん、ちょっと、まあ、うちの親なんかはもう80超えてますけど、両方80超えてますけど、どっちもね売ってないので、全く売ってないので、だから自分よりもちょっと親の方が心配ですけどね。まあまあ 言ってももう本人がもう打たないって言って決めてしもって、2人とも決めてしもってるから、でまだもう年寄りやから1回決めたらもう考え変わらんのですよね。だから打った方がいいんちゃうかっていうようなことは普段の話の中で言いますけど、もうそれ以上はね言えないし、言って何かあったらね本人もかなんやろうなと思うので、そんな感じですかね僕の身の回りっていうのは。まあそんな感じで、まあなるべく早くね、今年の年末ぐらい全然大丈夫だったのにね、こんなに広がるっていうのはね、まあ、早くね安心して生活できるようになってほしいなと思いますけどね。でないと原薬もなんかこんなことしてたら原薬も進まんですしね、いろいろ そっちの面でもストレスがあるからね。だからそんな感じで、うん、まあ寒さもねまだまだ全然きついんでね、あと1ヶ月はちょっと辛抱やね、2月はねっていう感じで思います。はい、そんな感じで過ごしてます。で今日は原薬近況報告こんな感じで終わりたいと思います。どうもいつも見ていただいてありがとうございます。